パワーアップしているぞ。その森にボールがつながるか。森がボールを奪った。さあガンバはチャンスです。40番のメシノがエリア内で呼んでいる。森クロスファーサイド走り込んできている。シュート、入ったか、入ったか、ボール当てた。シュート、入った、勝ち越しガンバ。19番の一味、後半の34分です。気をつけなければいけないと言っていた後半の残り15分の時間帯、秋田は失点、そしてガンバは待望の勝ち越し点。一味ホームでの連続ゴールです。左サイドから変わった森がチャンスを作りまして、飛び込んでいった米倉、そのこぼれ球をしっかりと一味がゴールに押し込みました。2対1、1点勝ち越したガンバです。